はい、こんちゃす、レトルトと申します。今回は海外のホラーアプリフィッチストールでいいのかなをやっていきたいと思います。なんか殺人ピエロが、このトイレから出てくるっていうアプリらしいんですけど、これ映ってんの多分トイレだよね。クリック。なんか個室が6つぐらいあるので女子トイレなんですかね。デイ1。はぁ、日にちがあるんだな。おー、女子トイレ。スワイプして、やると1。あ、待って、1番のトイレに入ることになっちゃった。ちょっと待って。まだ選ばして。ん？スワイプアップトゥーセレクト。これを、あ、こうだ。はぁ、1番のトイレに？お、ここに隠れるってことなのかね。あ、はぁ。ピエロはいなかったってことか。あ、なるほどね。なんかランダムでお化けが出てくるので、それを避け続けろみたいな感じか。なるほどなるほど、わかりましたね。ルールはちょっと英語が読めないので不安でしたが、ん？ん？また1番入った。ちょっと、あ、なんだこれ、どういう演出だこれ、どういうことなの？なんかあんまり操作ができないんですよね。1番以外できないの？俺1番のトイレしかないの？まあ、でも逆に1番手前ってさ、狙いにくいじゃん。敵の心理を今、ついてんのかもしれない。1番以外のトイレ行きたいな。あ！ 2 番来た。どうやったんだ俺。あ、こうだ。2番、3番、4番、5番、6番、7番。ここの中から、7分の1で、その、殺人ピエロがもしも来るんだとしたら、結構、お！イエーイ！いや、むしろそろそろ出てきてほしいなっていう気持ちもあるけどね。デイ7までかな？ 1 週間かな？ほいほいほい。なんで毎晩さ、なんか前、なんで毎晩このトイレの中に隠れてんのこいつは。どういうルールで、どういうストーリーでこういうことになったの？じゃあ最も危なさそうな4いきます。普通に考えたらね、4って危ない数字じゃん。でもまあこれは日本的な考えなので、え？まずくない？あー、大丈夫。全然大丈夫なんだけど、そろそろ出てほしいんだけど逆に。Day 5。そもそも本当に殺人ピエロなのかもわかんないですよね。ただ俺が毎日トイレを開けるだけの光景をみんなに今見せてる感じだよね。じゃあ3で。ああ、入ってた。え、うわうわ、なんかややこしいややこしい、広告もややこしい、ピエロの笑い声後ろ聞こえてるし、なんかこのゲームも面白そうだし。おわ、タイトル画面戻ってる。なるほどね。じゃあ1週間運よく生き延びるっていうゲームなのかな。はい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 、なるほど。まあでも言って、どれだけの数ピエロ入ってるかわかんないですが、俺いけますよ。うい、1日目クリア。逆に、ゾンビね、あの、ピエロを、見ないまま終わるのもったいなかったんで、あえてです。まあ、任せて。おそらく、ピエロの可能性は毎日上がっていくんじゃないかな。2日目はこの中から2つ入ってるみたいなさ。うぃー。で、3日目は3つ入ってる。ということは7日目かなりきついな。いけるいける。さっきはデイ5でやられたのかな？可能性はかなり低いと思われますね。なんでトイレに隠れんねん、そもそも。どういう遊びをしてんの？イエーイ！デイ3もクリア。超漏れそうなのかな？誰も入ってなくてよかったって。今、便座完全に座ってますもんね。さあ、デイ4。前回の俺を超えるぞ。あ、あえて1だ、これ。イエーイ！
あえてですよ。一番手前はなかなか来にくいしね。ちゃんとドア閉めてトイレした方がいいですよ。さあ、ここはあえて一番奥。よしよし、一番奥行きましょう。確率上がってんのかな？あれ？が、5つしかない。もっとなかったっけ？トイレ。よし、おむな。トイレの数減ってる？あ、なんか血みたいなのが今あったな。さあ、前回の俺越えをしましたが、デイ6。減ってる。やっぱ減ってる。しかも血がついてた。2、3。減ってる。いけ！うわあ！あ？こいつこいつタップタップで殺せタップ。いや今刺されてたな。ザクザクザクって聞こえたもんな。うわあ惜しかったー。さあデイシックスまで来ましたよ。さあ前回の俺越えなるか。4分の1なのかな。一番のトイレ大丈夫。さあ、デイ6まで戻ってきました。10回目ぐらいですね。一気に運が悪くなった。1はね、もう逆に危険な気がする。2、3、4択。4も危険な気がする。3だ！もうよし。10分ぶりに、6日目に帰ってきたよ。4個のうちにピエロは1つしかいない。きっとそうなはず。それでランダムなことは分かりました。大丈夫！よし！超えた！超えたぞ、超えたぞ。うわー、なんか血まみれというか、すげー汚れてる。ラストでしょ。これ失敗したら、これ結構きつい。うおー！ 3 分の1か。いや、ここ血がさ、もう出てたじゃん。あ、よし！勝った、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 勝った！あの血のとこは、やっぱ絶対危ないんだよ。はぁ？一週間より先会っちゃダメでしょ。あー、どっちだ？トイレ減ってってる。ぶっ壊されてんじゃん。奥と手前。手前だ！いっけー！やったー！よし！二分の一打ち勝った！え？何？後ろに何あんのあれ。いやいや、おかしいおかしいおかしい。え？絶対殺されるまであんの？バカおかしいだろこれ。一個しかねえじゃねえか。もう入るしかできないっす。え？何これ？出口？出口なの？あー！トイレの中に非常口が。俺は生き残ったんだ。一週間。生き残って8日目に。エグジット！これは？フィッチ？ストール？どこに隠れるってことだよね。おーいやー単純なゲームですが25分間かかっちゃいましたよ。もう後半も全てのトイレにピエロいいんじゃねえかと思ってたね。危なかった。いや最後までやりきってよかったですね。はい、ということで、フィッチストールでした。海外のねアプリなので、探してみたら見つかるかもしれません。ということでご視聴ありがとうございました。達成感半端ないね。レトルトさーん。